皆さんこんばんは。ゲームプロデューサーの今泉潤です。広井王子です。この番組はません鉄拳なエンタメ界で生きる2人が視聴者から募集した話題や2人が今気になっていることを語る番組です。使わねえだろこんな言葉。強い意志を持ってたゆまずに勉学を励むということで、今週もません鉄拳なゲスト百花繚乱さんです。なんかませ鉄拳からの百花繚乱よくわかんないですけど、百花繚乱です。お願いします。強い意志を持ってたゆまず勉学に励む様を見せてください。これちょっと僕今後この名前でやっていこうかな。マセン鉄拳さん。そうですね。MC のマセン鉄拳さんで。ちょっと掴めそうな気がします。場を一瞬で。ということでね、今週もね繚乱の話を聞くべく、はい、ユーザーの皆さんからいただいた質問に答えていきましょう。聞くべくとは。はい、じゃあいただいてます。ラジオネームハワイさんからいただきました。ありがとうございます。はい、お金持ちの大金持ちのお二人にここはあえて聞きたいのでメールしちゃいました。30代って貯金額いくらくらいあったら順調って言えますか？お金のことなので周りには聞きづらくて基準値だけでも知りたいです。あと皆さんは月にどれくらい貯金してますか？答えられる範囲で教えてください。お二人の会社の社員になるとお金貯まりますか？めちゃくちゃお金の話聞いてきますね、ハワイさん。これ俺も結構お金の話言うから俺も気になるんだよね。お金の話けどみんな言わないっすよね。なんで言わないんですかね。なんか別にお前にいくら貯金があろうが別に俺は奪いに行かないし奪われるような贅沢なねみずほ銀行でもないだろお前みたいなしっかりしますからね、もうって思うけどね。お金の話30代と貯金っていくらあったら順調って言うのだけど、なんか言うよね。なんか年足すなんかとか言うよね。なんかかけるいくつみたいなのありますね。金けど昔はでも年分稼げよっつったよね。30代は30万みたいな。今はもうそんな通用しないかもだけど、昔は俺らの頃は30代で30万稼ぐの大変だったからね。ハードル高かったよね。僕だから本当貧乏な時にね、うちの親父がむちゃくちゃだったからおかんが子供の時に月30万稼いでくれたら裕福な暮らしできるのにって言ってて、俺月30万稼ぐのってすげえ大変なことだと思ってたら意外と初任給で20万ぐらいもらえたから親父って親父普通に働けばよかっただけだよお前っていう、なんかいろいろ分かる衝撃ですねそれも。この人はお金をいっぱいその貯めてどうしたいんだろうっていうのを思っちゃうよね。逆にそうですね。安心したいですね。安心なんだよねお金って。けどお金と安心って脆弱すぎるから。そうだね。